モイストリートに到着。いい匂いがするね。ここはご飯を食べるところなの？有名なフードセンターだって沙織がさっき説明してくれてたよ。リカッチ、ご飯だって。ご飯。はあ、恥の。ああ、またしおれちゃったのか。教えない方が良かった？いつか通る道だっただろうからしょうがないよ。リカッチ、元気を出して。こっちに来る前から楽しみにしてたから、テンションが下がるのもわかるけどね。ご飯を食べたら元気も出るよ。私、そんな単純じゃないし。でも、朝から移動と観光でまともに食べてないでしょ。ここでしっかり食べていこう。はーい。それで、ここは何が有名なんだったかな？特定の何かが名物ってわけじゃないみたいだよ。たくさんの隠れた名店が揃ってるって感じ。平日のランチ時だと地元のサラリーマンが押し寄せるんだって。もうまさに地元のうまいもん市場って感じ。はっ、リカ復活した。マリカはね、あのフルーツのお店に並んでみたい。行く行く。ちょっと調子が出てきたかな。だといいけど。ねえねえダリア、ただ待つのも退屈だから、私とご飯のおごりをかけてじゃんけん勝負しない？私今ね、スリルと勝負に飢えてるから。いいでしょ？それで機嫌が治るなら付き合うよ。よし来た。じゃあ行くよ。恨みっこなしよ、じゃんけん、ほい。私の勝ちだね。くぅ、でもまだまだ。マリカ、勝負だよ。いいよ、じゃんけん、ほい。リカの負けだね。どんどん勝負するんだから。結局リカの全敗だったね。あんなにじゃんけんで負け続けることってあるんだね。よしよし、いろいろ買い集めたし座って食べよう。うん、フルーツが美味しい。私が買ったビーフンもいけるね。いいよ、これ。沙織が食べてるのってラーメン？辛そう。ローミーっていうシンガポールの麺料理なんだって。ラーメン好きとしてはスルーできないよね。あー、ピリ辛で美味しい。幸せ。あ、マーメイドのディグッターに写真をあげちゃってもいい？いいよいいよ、あげちゃって。マリカたちもガンガンアップしてるしね。沙織もだいぶ慣れてきたんじゃない？サファリパークでもだいぶはしゃいでたし。確かに。別にそんなことは。そう？そんなことあるよね。旅行に来たこともだけど、今までだったらSNS に自分のことを載せようなんて思いもしなかった。本当はこんな風に過ごすのに憧れて